はい、皆さんこんにちは。栄養家の小井口です。本日はレッスン5のパート3の、リーディングナビの丸1ですね。こちらの回答をしていきます。はい、授業で、終わったと思いますがね、休んだ人、復習した人、ぜひ活用してください。はい、それではワークブック61ページのリーディングナビを見ていきましょう。9段落目、丸1の文ですね。ここは訳になりますね。 Experiments on the space station are important not only for space exploration but also for our lives here on the earth。 はい、まず Experiments on the space station までが主語だね。宇宙ステーションでの実験は are important、 重要ですと。はい、でその後に not onlyBut also ありますね。はい、これは下にもありますが、not only A but also B、 A だけでなく B もという意味になりますね。はい、A だけでなく B もということなので、これは B の方を強調する言い方だと思ってくださいね。 A は一般的ですが、ここで言いたいのは B ですよということなんだね。はい、でここですけども、not only for space explorationこのフォアは、it for to で使うフォアと同じですね。何々にとってということです。ここでは、スペースエクスプローレーションですから、宇宙、エクスプローレーションは探検とか探査って意味ね、なりますね。宇宙探査にとってだけでなく、but also for our lives here on the earth。この方はね、同じですね。はい、で、our lives ですから、これはもちろんね、life、ね、生活っていう、life の複数形になりますね。F が V になって ES です、ね。我々の生活。here ですから、ここだね。ここ、on the earth。地球上でのとこだね。ここ、地球上での我々の生活にとっても重要ですということだね。ということなので答えはこのようになります。宇宙ステーションでの実験は宇宙探査だけでなく、ここ地球上での私たちの生活にとっても重要であるとなります。はい、では中段落目ですね。丸3の文ですね。最初の例の内容を答えなさい。The first is an experiment studying bone loss ですね。study ね。これは現在分詞。すぐ前の experiment を指しますね。これは研究するところだね。何を研究するかというと、bone loss。bone ですから骨ですね。骨のこの loss というのは減損って、ね、本文で訳しましたね。骨の減損を研究する実験ということですね。はい、ってことなので、最初の例の内容というのは骨の減損を研究する実験となりますね。はい、丸4ですね。 What happens in a microgravity environment? はい、 What happens? はい、何が起こっているんですかってことだね。 In a microgravity environment ですから、無重力環境においてとかね、無重力環境で何が起こってますか。はい、で見てみますと、 In a microgravity environmentBone quantity decreases more than on the earth and bone becomes fragile ってありますね。この部分ですよね。ってことですので、はい、この部分が、ね、答えになっていくところですね。ですので答えは Bone quantity decreases more than on the earth and bone becomes fragile となりますね。
要は骨のクオンティティ量が減ってると。ね。More than on the earth ですからね、地球上よりもね。そして、bone becomes fragile ということは、骨が脆くなっているということだね。ということになりますね。はい、では丸5の文いきましょう。This が指す内容を答えなさい。This は to find the reason for this。ですから、この文だね。この理由を見つけるためにでしたよね。で、宇宙飛行士は kept killfish on the station。宇宙ステーションでメダカを飼ってんだよね。はい。で、何の理由かと言いますと、これは this があるときはもうね、皆さん分かりますね。すぐ前の文だよね。ってことは、この部分ですね。つまり、骨の量が地球上よりも減り、骨が脆くなることだよね。その理由を見つけるのにメダカを飼ってんだよね。はい。でさ、このリスはこの前の部分ね。はい。これをまとめてもらえばいいかと思います。ということなので、答えはこのようになります。骨の量が地球上よりも減り、骨が脆くなることとなりますね。はい。6の文ですね。研究者の分析対象を答えなさい。はい。By analyzing the change in the bone mass of the fish, researchers discovered part of the reason. 分析対象は、これ、analyzing。ここで、分析することによって出てきますね。ですので、分析するものは、これだよね。The change in the bone mass of the fish。魚のボーンマスってのは、これは骨量でしたよね。そのチェンジですから、変化ですね。はい。これが分析の対象となりますね。ということなので、答えはこのようになります。魚の骨量の変化となりますね。はい。丸7です。実験結果はどのように使われるでしょうか。はい。7番見てください。The results will be applied. はい。Results は結果だね。その結果は will be applied to. はい。これは何々に応用されるってことですね。さあ、何に応用されるかというと、これですね。The treatment of aptiopurosis. はい。これはトリートメントは治療ですね。はい。で、何の治療かというと、アプティオプロシスというのは難しいね、単語ですけども、骨粗鬆症という病気だね、のことです。その治療に使われるところだね。ですので答えはこのようになります。骨粗鬆症の治療に応用されるとなります。はい、それでは最後にコンプレヘンションいきましょう。本文内に一致すれば T、誤っていれば F を丸で囲んでください。はい、1番です。Experiments on the space station are not useful for people's lives on the Earth. はい、ここまでね。宇宙ステーションでの実験は are not useful。役に立たないんだね。役に立たないってこと言いますね。はい、For people's lives ですから、人々のライブズは生活だね。地球上の、人々の生活にとって役に立たないと言ってますね。はい、これは Not only but also と言ってましたね。宇宙開発だけじゃなくて、地球上の我々の生活にとっても重要だと言ってましたよね。はい。さあ、これは F ですね。はい、2番。Bone quantity becomes smaller in a microgravity environment. はい。Bone quantity。骨のクオンティティは量ですからね。量が becomes smaller。より、まあ、小さくなるところですが、これはね、
decreases 減ると、ね、まあ、同じ意味で捉えてください。 in a microgravity environment ですからね、無重力環境ではってことだね。はい、これは T ですよね。はい、ね、骨の量は無重力環境では減ると言ってましたからね。はい、これは T になります。3番 Researchers analyzed the change in the bone mass of the astronauts、はい、研究者たちは分析しました。はい、the change 変化 bone mass、はい、骨量だね。 of the astronauts、 宇宙飛行士のですね、これは宇宙飛行士ではないですよね。これはメダカだったよね、魚ですね。ですのでこれは当然 F ですよね。はい、FTF となります。はい、お疲れ様でした。それではね、またこの後ですね、丸2の方はね、この、勤労感謝の日の後ね、あたりに、送りますので、ぜひね、また活用してください。それではまた近いうちお会いしましょう。 See you!